とにかく自分たちのできる今できるパフォーマンスを 100% 出し切って、結果はそれからだと思うんで。再び王国清水へ、熱く強く限界を超えろ、全ての誇りをかけて。4月22日 VS ベガルタ仙台。まだ仕上がり的にはいまいちですし、結果を真摯に受け止めて、これから修正して戦っていきたいですね、はい。問題点、すべてが問題点だと思いますけど、単純なことで点が取れなくて点を取られてるってことだと思いますし、そういう勝負強さというか、ずる賢さっていうか、そういう、ちょっとした部分だと思いますけど、はい、どちらかというと相手にやられてるというか、自分たちより相手の方が上回ってるから負けてるという、ことだと思うんで、そういう部分かなって思いますけど、はい。再び王国清水へ、熱く強く限界を超えろ、全ての誇りをかけて。4月22日 VS ベガルタ仙台。自分も、多少試合出て、あまり貢献できていないし、チームとしてもなかなか、いいパフォーマンスは出せてないと思いますんで、しっかりしたパフォーマンスは出していきたいなと思います。とにかく自分たちのできる今できるパフォーマンスを 100% 出し切って、結果はそれからだと思うんで、はい、自分たちのことをしっかりやりたいなと思います。はい、チャンスがあれば本当に狙っていますし、実際にチャンスもあるんで、そういう部分はこだわってやりたいなと思います。なかなか、勝ってませんが、とにかく精一杯やるだけなので、ご声援をよろしくお願いします。再び王国清水へ、熱く強く限界を超えろ、全ての誇りをかけて。4月22日 VS ベガルタ仙台。